氏はシルバーアクセサリーデザイナーであり、TBS サスケの有力選手であるビルメンテナンス企業で準社員としても勤務しているサスケ新世代の一人としても数えられる既婚者であり二児の父でもある身長168センチメートル国士館大学卒業サスケアセアンオープンカップ2014個人大敗幼少の頃からブルースリーや ジャッキー・チェンといったアクション俳優に憧れを抱き、高校時代から体操競技を続け、体操つけの毎日を過ごしていた。高校卒業後は1年間の浪人生活を経て、体操の名門である国士館大学に入学した。大学生活でも体操に打ち込む傍ら、同大学の後輩である長崎俊優がサスケのフィナールステージに進出したことを目の当たりにし、 自身も輝きたいという思いから本格的にサスケへの出場を志すようになった。二十回大会で初出場、二十二回大会ではサードステージ進出も果たし、同大会でフィナールステージに進出した漆原祐二と並び、サスケ新世代と呼ばれる実力者となった。そして二十三回大会ではサードステージをクリアし、念願のフィナールステージに進出。 サスケオールスターズの長野誠と共にフィナールに挑んだが完全制覇はならなかった。私生活においては22回大会終了後に大学を卒業するモサスケを完全制覇するまでフリーターで生活すると公言し就職をしなかったが時が経つにつれ交際していた彼女との結婚を真剣に考えるようになり好きで始めていたシルバーアクセサリーのデザイナーに加え ビルメンテナンス企業で、準社員として働いて、生計を立てるようになり、その彼女と結婚、二次の男児にも恵まれている。ありがとうございます。